公式で触手に襲われたキャルちゃんを堪能できるプリコメ、始まるよ。ということで今回は、触手に襲われるキャルさんを紹介していきます。視聴者の兄貴たちは触手七は好きかな。お気に入りの触手絵描きさんを教えてね。やだやだやだ、私にも触手が。音源。急に、触手の締め付けが強く。ジロジロ見るな、エッチ。餌になんかさせるもんか。私たちは美食で基本的に食べるがわよ。食べるってことは食べられる覚悟があるんですよね。あ、スズメさん、触手が足に絡みついて。思いっきりぶん殴るだけじゃなくて、結構繊細な動きもできるっぽいですね。触手くんは女の子を喜ばせるのがお仕事だからな。のんきに感心してる場合か。あんたの剣で触手を切って、スズメってやつを助け出して。海に引きずり込まれたら酸欠でアウトよ。夜なこめはまずいですよ。えいぞえいぞ。やだやだやだ、私にも触手が。こら、見てないで助けなさいよ。こちらも脱がねば。武作法というもの。ぬるぬるしてる、気持ち悪い気持ち悪い。親のエロ同人より見たセリフ。ペコ、お前も触手でヌルヌルギジオイルプレイになるんだ。おっとっと、今度は私が狙われてます。怖い怖い怖い、触手怖い。いつも魚介類を食べている仕返しでしょうか。ゲスな穴確定だ。ごめんなさいごめんなさい、でも美味しいですもん。お魚とか、すべて美味しくいただきますので堪忍してください。僕のタコさんをお食べ。この触手、かなりのパワーがあるみたいですし、最悪の場合、コッコロちゃんが腕とか足とか引きちぎられて八つ裂きにされちゃいます。そっ方面は玉ヒュンしちゃうので。こんな、いつまで私の体をもてあそんでんのよ、魚介類のくせに。キャルちゃんなら好きにしていいぞ。お、コッコロちゃん、右手のあたりを見てください。焦げて剥離した魔物の皮下脂肪の奥にキラキラ輝くものがありますよね。それ、私のティアラです。王家の装備の一部。伝説のアイテムだ。え、あ、確かに。音源。急に触手の締め付けが強く。この逆は抜けないって、それ一番言われてるから。ああ大変、あのままじゃ死んじゃいます。お、何か言いたげですね。この状況をどうにかする妙案でも思いついたんですか。私にいい考えがある。強気ですね。何よ、言いたいことでもあるわけ。この状況をどうにかする秘策でも思いついたなら乗ってやるから何でも言いなさいよ。今何でもするって言ったよね。何を言い始めるんですか。大丈夫ですか。本当に信じてもいいんですよね。最後の力を振り絞ってやるわ。感謝しなさいよね。行くわよペコリーヌ、あとはあんたに任せたから。うん、舌を噛まないように気をつけなさいよ。いっけー。ペコリーヌを相手のゴールにシュート。うわっ、うわー、すごい、私空を飛んでます。怖い怖い怖い、でもちょっと楽しい。やっぱりペコはでかい。今胸の話だと思った兄貴は正直に言いなさい。これ以上なく丁寧にね。それより気をつけなさい。魔物があんたの動きを放置するわけがないわ。迎撃してくる。海軍の支援を要請する。それが私の役目ですね。動かないでくださいペコリーヌさん。群がってくる触手なんかは私がなぎ払うなり防ぐなりしますから。薄い本並み代わりで触手を引き受けてた。考えるな、感じろ。うっさい、わめいてないで、やるべきことをきっちりやりなさい。行きなさいシンジ君、誰かのためじゃない、あなた自身の願いのために。
スズメちゃん、せめて目を開けて魔法を打とうね。ナイスパスです、ココロちゃん。すごい、全員の動きが噛み合っているわ。陛下が言ってた通り、こいつって大したやつなのかしら。主君の剣語リッパー。そろそろ魔法を解除してください。あとは頼んだわよ、ペコリーヌ。はい。ここガンダム。やあ。ここ戦隊ものみたいに爆発すると思ってました。魔物に接触、そしていただきます。悲鳴上げてるやん。もぐもぐもぐ、うわーい、程よく焼けてて美味しいです。やばいですね。まずはコッコロちゃんに絡みついてる触手を完食しちゃいます。コッコロちゃんが宙に投げ出されると思いますので、魔法で安全に回収してください。魔物くん、生きたまま食われるのかわいそう。メインディッシュをいただいちゃいます。たくさん食べてエネルギーを補給して魔物をやっつけちゃいます。普通にこのぐらいの量なら頭のてっぺんから触手の先まで食べきれちゃうかも。トイレの様子ごそう。巨大な魔物なので食べても食べてもごちそうがなくなりませんね。ビバ海の幸、全部丸ごと私の胃袋に収めちゃいますよ。魔物に救いはないのですか。もぐもぐもぐ、まーい。あー、生き返ります。やっぱり美味しいものを食べてこその美食で、うん、お腹ペコペコのペコリーズちゃんですね。やっぱりペコちゃんは可愛いの。僕と同レベルに。魔物に同情するわ。生きたままむさぼり食われることになるなんてさ。でもまあ、弱肉強食が大自然の掟よね。解釈して差し上げろ。はい、かわいそうでございますが、適者生存でしょう。ペコリーヌ様、私たちが食べる分は残してくださいまし。魔物を倒し、腹ごしらえをしてから安全に脱出し、楽しい海水浴の続きをいたしましょう。次に食べられるのは画面の前の君かもしれない。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい触手があったらコメントしてね。さて、この動画を最後まで見た君たち、プリコネはエッチなゲームではない、いいね。では、サラダバー、動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。